1914年のオールネーションズの選手たち。オールネーションズは、1912年から1918年にかけて、その後また1920年、1921年、さらに1923年から1925年にかけて、アメリカ合衆国中西部を巡業して回った、プロ野球の球団。球団名は、チーム内に、黒人、白人のみならず、インディアン。 ハワイ人、日本人、ラテンアメリカ人などを多様な国籍、民族性の選手を抱えていたことに由来する。球団を創設したのはスポーツ用品店、ホップキンスブラザースであった。ところがある時、チームの監督が入場料金の徴収で不正を働いて姿をくらましてしまった。選手の一人だった JL ウィルキンソンが代わりの監督となり、 その後さらにオーナーにもなった。チームはミズーリ州カンザスシティやアアヨワ州デモインを拠点としていた。ウィルキンソン監督の下、オールネーションズが取った試合に向かう姿勢は真剣なものであり、英ブ・セイパースタイン流の滑稽な茶番を演じていた他の多くのチームとは異なっていた。それでも監修のために野球以外の不可的な娯楽の要素は用意されており、 試合前にはダンスバンドの演奏があり、試合後には保守だったベン・リーブスなどがレスリングを披露した。ウィルキンソンは2万5000ドルで用意した寝台車でチームを移動させていたが、これには試合の際に設置する下半式の仮設管軟席も積み込まれていた。ウィルキンソンは選手に宿泊費を払わず、試合の前夜には翌日試合をする球場にテントを持参して、 選手たちをそこで寝かせた。スポーティングライフが見によれば、ウィルキンソン監督の下で、チームは大リーグのどのクラブとも互角に戦えるほど強くなったという。1916年には、いずれも当時の強豪チームであった、インディアナポリス a b c ズを3対1で破り、シカゴアメリカンジャイアンツとの連戦も行った。 第一次世界大戦中は有力な選手の多くが徴兵されて運営が困難になり、1918年には球団が解散した。1920年にニグロナショナルリーグの設立と共にウィルキンソンがオーナーとなってカンザスシティモナークスが結成された際にはオールネーションズの選手が数多く参加した。その後、1923年から1924年に かけて、当主だったジョン・ドナルドソンが監督となり、オールネーションズとして活動した。この時点でもオーナーは、JL ・ウィルキンソンであり、チームは、経験不足な選手の練習や、新たな才能の発掘を主眼に、本拠地を持たない、トラベリングチームとして、中西部で活動した。オールネーションズには、日本人選手もおり、ジャップミカドとして登録されていたとされる。佐山和夫によって、 この日本人選手は三上五郎であり、日本人として最初にプロ野球選手となった人物と考えられることが1996年の著書ジャップ・ミカドの謎で唱えられた。ただし、三上以前にジャップ・ミカドを名乗った別の東洋人がおり、日本人であった可能性も指摘されている。ありがとうございます。